ではですね、今月のまずですね、ネットビジネス研究会の方の案内をしていきたいと思うんですが、こちらになります。はい、毎回ね、変わり映えはしないんですけどあの、特にですね、テーマは決まっていないんですが、今話題のテーマを、えー 最先端のですね、まだ YouTube のメンバーシップの月額110円から学べますデイリー会員とかですね、いわゆる15分の動画とか、ブログとかで書いてない内容をですね、いち早くお届けするということになっているので、何が出るかはですね、当日にならなきゃわからないと。まあ、た例えば、11月の19日に行いますので、18日とか17日にあったようなですね、 本当にホットで旬な話題とかですね、をお届けするので、まあ、例えば SNS もそうだし、AI もそうだし、SEO もそうだし、マーケティングもそうだし、まあ、こういったものをですね、えー、あのお届けするということになっているので、えー、ぜひです、ね、楽しみにしておけばと思っているんですけど、えー、今回は2024年11月19日火曜日の18時から21時ということで行います、えー。場所はですね、Zoom で行いますので、申し込んでいただいたら、Zoom の URL を送りますので、そちらから 視聴いいいいただければいいかなと思っていますで条件は弊社がやってますネットビジネス研究会のセミナー会員とスカイプ会員の方となりますのでここをクリアしないとですね視聴できませんただしこれは1ヶ月だけ入って1ヶ月で抜けるっていう形も OK なんでとりあえず お試しでというかですね、1ヶ月使ってみて、えー、なんだこんなレベルかと思ってもらえば、1ヶ月で抜けてもらっても全然構わないんですけど、じゃあちょっとネットレス研究会の話を少しだけしておきます。はい、こんな感じになってます。セミナー会員、スカイプ会員の月4,190円のセミナー会員と月5,400円のスカイプ会員の方が参加することはできるんですけど、まあ、ここに4,190円、190円って入っているものが、まあ、デイリー会員の 値段だと思っていただけばと思ってるんですけど、ということは通常5000のセミナーなのが4000で受けられるっていう感じになってますね、2割引きで受けられるっていう,うイメージなんですけどで、今はですね、一般会員の5000の受講ができないような形になっているので、会員にならないと見れないというふうになってます。しかも見れる見れないじゃなくて、これはライブで、ズームで行いますので、まさに今、 やってる内容を皆さん、ズーム越しに受講できるので、これはウェビナー形式ではなくて、あのミーティングを、ズームのミーティングを使いますので、皆さんは質問があったら答えてですね、えー、行くっていうこともできますので、 その場で新しいことを聞いて気になることがあったら聞いてみてもいいし、自分がね、何か思いつくことがあれば、聞いてもらえば僕、お答えするということも含めですね、この値段でやっていますので、よかったらですね、セミナー会員の方に入っていただければと思ってるんですけど、でそこからですね、プラスアルファで差額ですね、1210円、1210円払うとですね、スカイプ会員になれます。スカイプ会員はセミナー会員の得点プラス、 スカイプを30分、まあ、スカイプじゃなくてもズームでもいいんですけど、これ昔の名残でスカイプのままになってますけど、何かですね、そうテレビ電話でも、まあ、電話でもいいし、携帯電話でも何でもいいんですけど、そこで30分でやりますが、何でも質問にして、僕は答えるというです、ね、ことがついていますので、非常にお得です。通常ですね、僕は今です、ね、コンサルティングは1時間で1万円ぐらいいただいているので、そう考えると30分で5000円になりますよね。それが30分で、 1210円で受けれるともいえるし、仮にこれがあの5000円だとしてもですね、5400円だから、400円上乗せするだけで、セミナーも受けることができるし、デイリー会員の15分の動画を見ることができるので、かなりお得だと思いますので、よかったらですね、入っていただけると嬉しいなと思っています。でこれ、YouTube のメンバーシップという仕組みを使っているので、 メンバーシップっていうのは、そのポチッと申し込んでもらって、そこから1ヶ月間有効になるんですけど、また嫌だったらポチッと退会してもらうとですね、入ったり出たりとかですね、レベル上げたり下げたりも自由にできますので、よかったらですね、入ってみてくださいということですね。はい、というですね、よかったら今回もネットニュース研究会を行いますので、参加をお待ちしてますということです。